おい、テストの点数が良かったら聞いてくれ、私赤点取っちまった。いつも取ってるけどな。すごいな赤井さん、ここまで自分の恥を公言できるなんて、ある意味尊敬するぞ。もしかしてお前赤点じゃないのか。うん、違うや。嘘だ、騙されたぜ。人聞きの悪い。よーし、正月になったぜ。てかね、今こう思ったんだけど、ちょっと攻略サイト見てるんだけど、まあ、ゲーム最中に、まあ、何個かこうほのこちゃんの、あ、ほむらちゃんの、まあイベントは見てるんですけど、その見る条件がときめき度がそこそこの状態なんですよね。だからね、結構見れないね。ああ、狙ってるときは。狙っちゃいけないね。ときめき度マックスにしちゃうと、何個ぐらいいけないかな。とりあえず、焼き芋のやつと、とりあえず、校長先生。校長先生のイベントと、主ゲットっていうイベント。あと、買い食い。この三つ、この四つか。この四つがね、できないんだよね。まあ、これは、もうしょうがないかな。あ、しょうがない。あ。ウェーイ。あれ？これマックスじゃないよな。あれ、ときめきでマックスじゃないんか、まだ。そこそこじゃないとイベントが見られないのが多いからな。そうか。まあ、なんか無理して、おー！浴衣じゃん！晴れ着か。明けましておめでとう！今年もよろしく頼むぜ。ウェーイ！明けましておめでとう！新年の挨拶と初詣に誘いに来たんだよ。一緒に行こうぜ。でもこれときめきでマックしないとこれ見れないんだよな。なんかこう矛盾してるよな。お前ならそう言ってくれると思ってたよ。行こうぜ。去年はな、何もなかったからね、ちょっとでもカットしたと思うけどな。まあな。いいね、似合ってる、可愛いよ。ああ、うん、これでいいやろ。可愛いって言うな。何言ってんだよ。めっちゃ怒ってんじゃないかよ。なのでね、まあいいところしか見れないって感じですね、イベントは。結構な数の着物の集団だ。この中に紛れ込むのは勇気がいる。そうだね。でも赤井さんは勇気をいっぱい持ってるだろ。もちろんだぜ。なんたって私は勇者だから。赤井さんって純粋なやつ。あ、早く名前変えたいんだけどな。一緒に帰るイベントがないからな、マジで。そう、よっしゃ、おみくじ引くぜー。せっかくだから、おみくじ。うん、やろう。ここのくっちゃな。腕前って。はい、大吉。大吉出せたか。まあ、こんな感じで出せたよって言えよ。あ、私か。ちょっと貸してみろ。ほら、大吉。嘘。すごい強運だ。まあ、俺も大吉だけどな。さすがに疲れたな。さあ帰って風呂入って寝るぜ。じゃねー。はーいと。おお、ごめんごめん、また。みんなより早く遊ぼうぜ。うえー、服装がな、ちょっと可愛くないな。まったく寒いな。なんでこんな寒い日に水族館なんて来る。え、あ、じゃあなんかあったかいものでも買ってくるよ。気が利くな。早く頼む。うえー、あれ先入ったのかな。おい、先入くならそう言ってくれよ。おいおいおい、俺みたいな声になってるぞ。赤井さん。おい、赤井さんってば。あ、早かったじゃね。ペンギン好きなのか。こんなことあるわけねえだろ。誰があんなチビさ。完全にドリップしてみたいだけど。まあどことなく似てるしな。あー、これがペンギンのイベントか。まあ楽しかったぜ。じゃあ一緒に帰ろうぜ。はい、じゃあ帰ろうぜ。あー、けどそうなるとな、やっぱそこそこの状態でのあれな、ちょっとイベントも見てみたい感じはするけどな。そうなった場合最初からしないといけないからな。次やろうかな。あー、次運良かったやろ。それしかもね、それもね、全部ね、一定の確率なんだよな。だからな、結構きついんだよな。
よいしょー。おー、ごめん、赤井さん、待った？そんなことより早く遊ぼう。遊ぼう遊ぼう。次どこだっけ、次どこやったっけ、忘れたわ。これからどうする？あ、これか。ブティックかファンシーショップか。ファンシーショップ好きなんかな。ブティックに行くか。いや、なんかどっちとも嫌いそうだな。ちょっとブティック行こうぜ。別にいいね、服装変えようぜ。もうちょっと可愛いやつにしよう、可愛いやつに。お、あの黒服いいな。仮にも女のだからさ、やめろよ。サングラスとか帽子が足りないな。服装のなんかこれ、レーニン気取りか。まあまあいいや。あー、どうしようかな。サングラスと帽子が足りないな。なんだ、ブルースシスターズ知ってんのか。いいよな、あの映画。知らねー。お、しかもバッチリ。私マジに腹減った。お、来た。そうだな。よっしゃ。あ、でもときめきのマックスか。これでときめきのマックスか。マジか。ちょっと寄ってゆっくりしてかないか。よっしゃ、入ろうぜ。早く決めろよ。私は決め。早いな。何したんか。カレーか。ご飯もんじゃなくてもっと軽いもんだ。スパゲッティにミックスサンドだろ。おお、どこが軽いんだよ。ホットドッグと唐揚げ。唐揚げはで、食後にパンケーキとアイス、締めにジャンボパフェだぜ。食べるね。俺コーヒーだけでいいや。すげえな、俺みたいな頼み方するな。完全に俺やん、ホムラ。完全に俺やん。今回は動物園に来てます。この動物園ないな、や、屋内と野外があって中がすごく広いらしいね。とても一日じゃ回らない。じゃあ今日は屋内にしようか。野外、こんなに狭いとどっちが見せ物か分かんない。向こうから閉めればこっちが兼用物だな。赤井さんならケースに入れるぜ。人間も同じ動物だからな。あ、これ真ん中選びたいな。めっちゃ真ん中選びたいな。真ん中でも悪かったな、チビで。どうせ私はすんなりケースに入りますよ。あ、悪い印象になった。あれおかしいな。なんていうか、あ、うわー、キック。ああ、よーし、来たぜ。バレンタインデー、バレンタインデーだ、バレンタインデー。お前じゃない、ことぶき、お前じゃない、もう一人だ。来い。はい、来たー。あれ、次曲がそのままや。あ、赤井さん、お座り。待て。え、え、いいか、チョコを置くけど、よしというまで待てだぞ。よし。複雑な気持ちだ。あ、でもときめきとマックスなってないな。なった時のあれみたいな。早く。お、なんやねん。あ、赤井さん、誕生日おめでとう。お、ほら、誕生日完全に忘れたわ。え、ほんと嬉しいよ、赤井さん。喜んでもらえてよかったぜ。中身は期待していいぞ。私はセンスがいいからな。なんかゲーム機とかなりそうやな。よーし、ホワイトデー、赤井さん。あ、どうしたの。これ、バレンタインのお返し。私にか。どうしたんだ、赤井さん。なんでもね。いなくなっちゃった。ツンデレか。ツンデレ。よ、今日も暇そうだな。ちょっと付き合わねえか。来たー。これで、ね、名前をね、嫌なやつにするんだよな。嫌なやつどれかちょっとわかんねえな。あー、どうしようかな。あー、待てよ。ホムラちゃん、赤いちゃん、赤いちゃん嫌だな。赤いちゃんって言われたら嫌な。赤いちゃん、あー、赤いちゃん。私をそんな呼び方で呼ぶな。おー、来たー。お、めっちゃ、うおー、めっちゃ、あー、惜しい、惜しい、めっちゃ惜しい。何が惜しいか言わない。まずかったみたいだな。お、来た、新学期。
赤井さん、同じクラスだな、よろしくな。こちらこそよろしく。改めて挨拶するってなんだか照れるな。言うなよ、笑っちまっただろ、我慢してたんだ。あ、ごめん、怖かった、会長聞くかと思った。一回食らってるからな。お、来た。読んでったらスカートに垂れつくなよ、ロボ。これね、ないと思った。これもね、好感度そこそこじゃないと見れないっぽいんだけど、やったぜ。あ、なんか用かよ。いや、別に通りかかっただけだけど。入るよな、私もただ通りかかっただけなのに。サービスエースのやつったらよ。あれ、サービスエース、あれ、ロボはとても楽しそうに見えたけど。そんなわけないだろ。じゃあどっちが懐いてるんだが、あれ、ロボじゃないんだ。エースか、違ったな。よし、お、野球の格好じゃん。そんなことより早く遊ぼうぜ。行こうぜ。温水プールに来てます。もちろん。お、悪い、待たせたな。更衣室が混んでてさ、どうだ、似合ってるか。水着が違うじゃん、バッチリ似合ってる。赤井さんってすごく可愛かったんだな。ふんどしじゃなくてよかったよ。うーわー、これすごいな、選択肢。うーわー、バッチリ似合ってる。そうだろう、いかにも私らしいやつ探すの苦労したんだぜ。バッチリだぜ。これ真ん中も良かったけどな。せっかくだから寄り道して帰る。お、いいぞ。ていうかね、俺多分現実だったらね、あれ真ん中選んでるよ。赤井さんって可愛かったんだって言うわ。腹減ったって言ってたよな。お、入る入る、マジ腹減ってんだ。でもここってうまいのか。うまいぜ、私が太鼓判をしてやるよ。あ、あれ、これイベントでないぞ。別に特にイベントでないのに、イベントでないのにイベントがある。はあ、満足、ごちそうさま。二人で随分食ったな。お前なかなかやるな、この時点で私とため張るの。すごいこと。そんなにすごいか。俺は普通と思うけど。どうやら普通じゃないらしいぜ。いつもすごいって私は言われてるから。それは赤井さんが女の子だからだろ。俺は男の子、珍しいのは赤井さんだけだって。そうかな、うん、あ、おっちゃん、追加で A 定食大盛りな。まだ食うのかよ、そりゃすごいって言われるよ。あれ、お前も食わないのか。あー、さっきご馳走したからな。そんな小さな体よく入るよ。あー、来ないのか、一文字来ないのか。あー、完全に食うかと思ったわ。完全に食うかと思って、さっきの言い出たんだけど、来ないのか、なんだ、来る、完全に来るかと思った。お、来たー。今日も暇そうだな、ちょっと付き合わねえか。これどうしようかな、ホムレちゃんじゃダメ。私をそんな呼び方で呼ぶな。ホムレちゃんダメか。これなんて呼ぶんだ。あー、ホムラさんなんだ。いやー、ホムラさん嫌だな。しかも普通に会ったし、普通に会ったし、ホムラさんとか嫌だな。なんでさん付けないの。おい、そんなことより早く後。てそんなに野球好きなんかな。ちぇ、遊び倒すつもりだったのに。なんかいつも雨降ってる感じがするわ。どっから行くんだ。バーチャルハザード行こうぜ。さすがに超人気のバーチャルハザード、結構人がいるみたいだな。なら早く並ぼうぜ。あ、そうだな、俺も遊園地行きたいな。誰か一緒に来てくれないかな、女の子。最後の敵しぶとかった。コンビプレイの勝利だな。赤井さんの最後の一撃が効いたな。俺の一撃が決め手になった。あー、これだな、真ん中だな。私の動体視力はいいからな。おー、バッチリー。まあ、俺の動体視力も完璧に、そう、すげーいけど。せっかくだから寄り道して。お、いいねー、よっしゃ。これときめきでマックスなってんのか、これで。腹減ったって言ってたよな。あー、ここか、同じところやな。あぶねー、間違えるとこやった。赤井さん、ごめん、待ったよね。待った。開いた。
さて行くか。わ、お前かよ。くそー、どこ行くか全然覚えてねえわ。遊園地、動物園だったかな。まあいいや、瞬殺してやるわ。ここだ、ここ。よーしー。今回はね、どこだ、タワーだったかな。あ、違うわ、コンサートや。このホール今はスピーチのコンサートをやってるんだ。面白いのか。どうだったかな、コンサート。アイドルのやつか。どうなんだこれは。微妙そうだな。まあまあだったね。まあまあ。お前の耳は飾りだな。あ、はい、いやいやいや。まあ楽しかったけどさ、ちょっと面白みに欠けたぜ。不満が残ったの。じゃあ一緒に帰ろうぜ。帰ろうぜ。ときめきでマックスならんな。実はなってるのかなってないのかよくわからないんだよな。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。